東京の治安を担う警視庁4万6 0人のトップ、第92代警視総監に高橋清隆氏が就任しました。高橋氏は千葉県出身の58歳で、1980年に警察庁に入り、これまでに沖縄県警本部長や警視庁の警備部長を歴任しました。北海道警本部長の時には北海道東亜湖サミットの警備を指揮しました。 また警察庁警備局長として過激派組織イスラム国などのテロ対策に取り組みました高橋氏は伊勢島サミットでの首都の警備と5年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて最高責任者としてしっかり役割を果たしたいとしています